コールありがとうございました。こちらこそです。率直に見終わった感想を山本さんの方からお願いします。いや、すごかったですね。初めて見た時にまだこういう感じですって見せてもらったものからこれも完成形じゃないかなと思ったら、いやさらにこういう進化を遂げるんだっていうので驚かされっぱなしで、あとこんなに音楽のこんな遊び方があるんだっていう、あこういうふうに音楽を使うことができるんだっていうのは感動しましたね。はい、音の宴と書いて、はい、まさにその通り宴でしたね。なんかでも音楽の新しい見せ方を見れたっていうのもこう一個の発見というかで、もう宴全力で楽しむ宴もありましたし、いや本当すごかったです。ありがとうございます。皆さんいかがでしたか？いや本当に大迫力で、もうワンピースのキャラクターのキャストさんから演奏されてる方々のもう表情一つ一つもすごい素晴らしくて、皆さんキャストさん全員が楽しまれているのが本当こちらまで伝わってきて、だから一緒にお客さんも本当一体になってもう最初から最後まで楽しめるなっていうのがすごく本当に夏の思い出になるなと思いました。平さん以前に、はい、ワンピースあんまり詳しくはないとおっしゃってましたけど、はい、実際今日見てみていかがでしたか？アニメを事前に見させてもらったんですよ。そしたら後ろにモニターも映されてるので、うん、そこであとワンピースのルフィやナミさん皆さんが言葉がないのにもうなんでしょう、体全部でちゃんとそれを表現されてるので、あそこの部分だってアニメを見ているとすごい頭の中でなんかいろいろリンクされて、うん、そのまた一つの面白い楽しみ方だなとも思いました。山里さんは「ワンピースフリーク」でいいんですけど、はい、特に印象に残ったシーン。そうですね、まあゾロとミホークの戦闘シーンは音楽だけでどう表現するんだろうって思ってたんですけど、こうやってやるんだっていうその感動もあってちょっとすごく印象に残ってますね。はい、やっぱ剣撃の刀の鳴る音ってドラマとか映画とかでも散々見てきてるんですけど、あ本物ってこうなんじゃないかな、本当のこの戦闘シーンの音の空気感とかってこれなんじゃないかなって思うのが、結果音楽がそれを表現できたんだっていう凄さを見ましたね。はい、迫力すごかったですね。平さんは一番印象に残ったシーンは？その剣撃のとこもそうなんですけど、あとはサンジがお料理してる、あれすごかったね。フライパンであんなに音を楽しめるんだって思って、可愛い音からなんかすごいリズミカルで、コミカルでね、すごかった。で原作の中で僕らをクスッとさせるシーンとかも、そう音楽の中に取り込まれててね、すごいシーンびっくりしたね。急に始まって、うわこれオーケストラになるんだみたいな、すごかったね。あと小さなルフィが可愛い。子供の頃のルフィがむちゃくちゃ可愛いよね、あれ。似てます。そう、そっくり。入ってるよね、もう素晴らしいね。10歳だっけ。10歳って言ってましたね。すごい。バトンも上手で。ね、天才がいますよ。平さんご自分も小学生の頃までトランペットやられてたということでしたけど、今日見てみて、一緒に入ってみたいなとか、もしかやっぱり女優としてキャラクターの方になってみたいなとか、やってみたい役とかありましたか？やってみたい役、私今日思ったのは木琴の音に惚れました。触ってみたいなって。綺麗な音してたね。すごい可愛い音で、心地よかったです。でも参加するって言われてもさ、すごいクオリティのもの見たのにね、そんな簡単に「あ私も入ってみたいです」ってそれを言えなくさせる凄さがあったよね。本当に恐れ多いです、すごかったもん。みんなそのメインキャラクター以外の人たちもすごい人たち揃ってるから、もう客席に降りてきて近くで演奏を聴くともうずしずし響いてね、曲が音がすごかった。3時に絡まれたりもしてましたけど、はい、波役とかはどういかがですか？ナミさん本当美しかったです。ね、前回一番最初の舞台で見た時よりもまた美しくなってて、本当にもうアニメから飛び出てきたそのまんまだなって思いました。ちゃくちゃ3時メロメロだったもんね。3時のメロメロ度合いもちょっと上がってたもんね。本番に向けてね。素敵でした。今日も口説かれてたしね、3時に出てたね。山里さんは出演するとしたら。僕ですか？はい、僕はそうですね。ちょっとまだ自分に馴染みがある空気感を感じたのは、ちょっと声だけで出てるあの人の役やってて、ちょっとあれは私もちょっとね。似たようなことやってるんで、いけるんじゃないかなっていう。はい。もうちょっと上の方から攻めてあげてるんじゃないかな。はい。ありがとうございます。山里さん、宴といえば、結婚と言いますか。先ほど山里さんのニュースもあったんですけど、まあ、レフリーとかされて。はい、やってました。あるかと思うんですけれども、どんな、ご感想をお持ちでしたか。あっちゃんの結婚ですか。いや、本当でもね、めでたいなというか。ちょっとここから私の薄味のコメントが続きますからでもね、すごい決断ですよね。早い。なんでなんだろうっていう。でもちょっと私も皆さん思った以上に薄味とかもほぼ左右のようなコメントしてしまってでもね、でもこれきっかけで結構もう卒業組がどんどん結婚とか続くんじゃないですか。なんかいいなってなってって、やっぱあっちゃんってこう AKB というか、こうなんかこうね、一番最初いろいろやってきた人だから、まあもちろんトップになってセンターを勝ち取るってことも一番最初やったりとか、後ろをこうかけてた人たちが多いんで、これ卒業して結婚、このスピードの結婚ってかっこいいなっていう部分があったら、案外 AKB メンバーこれから卒業結婚っていうのが続くんじゃないかなと、思ったりしてます。あと僕が一瞬思ったのが、宴といえば結婚ですかがっていうことで、ちょっと僕のそういうスキャンダルさな話聞いてくれるのかなと思った、そういう一瞬でもそういうの思った自分が恥ずかしいです。言っても最近は好きって言われてるのも丸山カレンさんぐらいなんで。いいじゃないですか。でもいいじゃないですか。無責任すぎるでしょ。あんな破天荒の人僕は背負いきれないですよ。もうこの前違う番組では他のスタッフさんが好きだって言ってて、俺なんか勝手に失恋した気持ちになってるんですからで、サッカーの話が出たところで、平さんごめんね、俺が出しちゃったけど、ワールドカップの後はお姉さんだったりとか長友選手と応援になったんですか。あ、会いました。どうでした。お疲れ様でした。そうですね、やりきってまた4年後出れるように頑張るよと言ってました。かっこいいね。だってまだ年齢的にも出れるだろうしね。そうですね。年齢関係ないって言ってました。すごいよ、ストイックだから。一昨日相方しずちゃんがはいもうすでに元々デビューになった。はい、そうなんですね。その件に関してもう本当にやっとこういう時代が来たかというか、山里のバーターでしずちゃんがなっていう。今までそれ逆でずっと生きてきたんですけどね、ついに僕のバーターでしずちゃんが仕事をもらう。ちょっとそこに感動してます。でもなんかすごい子、そういう音楽とか大好きだからなんか楽しんでみたいで、でこのままちょっと子にね、このポジション乗ったらないのが心配なんで、ここいやそこは絶対ダメよ。だって絵面が良くないもん、俺としてるじゃなくて、ここが全然こう今ゆうちゃんいてくれるからなんとか成立してるんだよ。俺だけだったらこんな4分の1もいないんだから今日は。本当。俺が喋ってると誰もペン動かないんだからさっき。ありがたい、逆に。さっきのね、ワールドカップの話のところね、記事になると思う。次に挑戦意欲ってね、記事になってね、俺のところは誰も記事にならない。だから助かった、ありがとう。ありがとうございます。お二人はなんか夏休みとか取られるんですか。あ、ちょっとプライベートな質問です。どうなん、忙しいでしょ今。夏休みなんですけど、学校の行事とかいろいろあるので、なかなか休みっていう感じではないですけど。学校の行事なの？学校こそ夏休みじゃないの？なんか学校のその後期に向けてのいろいろあるんですけど。大変だね。そっか、みんな休んでる時にね、いろいろやんなきゃいけないものがあるからね。僕はもう夏休みはちょっともう昨日なんかはもう高知の方に行ってまして、昨日一昨日と高知。でその前福岡でいろんなとこ行ってるんです。楽しかった。高知、よさこいもつだと水族館、全部一人なんですけどあと来週はですね、岐阜は郡上八幡の方に行ってきます。盆踊りをやってるんです。2ヶ月ずっと盆踊りやってる町があって、そうそこに行って盆踊りやってきます。あ、一人です。わかんないです。そこまでにどなたか言い方が。そうね。じゃひょっとしたら岐阜にですね、私と丸山桂奈が現れるので、その時はどうぞ温く見守ってください。踊ってると思うんで、丸山さんと二人で。ぜひ見たいね。ね、見たいよね。どうかしてるシーンだからね。多分ね最後にワンピースこれから今日の夕方から始まりますので、これから見る方たちにメッセージを。これはもう照れてないで全力で参加すれば、その自分の参加する思いの強さが強ければ強いほど自分に楽しみが何倍何十倍にも返ってくるんで、これもね全力で前のめりで挑んでいただきたいなと思います。はい、本当にお客様を魅了してくださる音宴、家族やお友達、本当になんでしょう、心が弾んで夏のいい思い出になると思うので、ワンピースは大公開するんですが、見ても後悔させないんで、ぜひ見てください。座布団をください。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。